おかえり。おや、君だいぶ疲れているんじゃないかね。あまり無理をしてはいけないよ。君が倒れてしまったら誰よりもアイドルたちが悲しむ。何しろうちの事務所は駅から2時間もかかっちゃいますから。はい、そうだったんでしょうか。ようやく道のりを覚えたと思っていたんですけど。よろしくお願いしますね。私、なんだか生まれ変わった気分です。プロデューサーさんって、とっても教え上手ですね。
今はまだ大丈夫です。でもステージを前にしたらどうでしょうか。ライバル同士ではありますけど、みんなで楽しいフェスにしたいですね。頑張ります。